山田哲人、村上に抱きしめられ涙を流す。9月25日、DeNA 戦のサヨナラ勝ちで、2年連続9度目のリーグ優勝を果たしたヤクルト。主将として苦しみながらもチームを連覇へ引っ張った山田哲人は優勝会見で、一番はほっとした。苦しかったんですけど、なんとか目標を達成することができてよかった。試合直後には涙を浮かべ、村上らから強く抱きしめられたことに関して、余計、涙が出てきた、本当にほっとしたというのが一番です。主将としてみんなを突っ張りたかったが、逆に足を突っ張ってしまった。監督には弱音を吐いたこともありましたし、メンタルもケアしてもらいながら乗り越えられた。本当に感謝しています。と辛かった心境を告白した。村上と哲人が尊すぎる。試合終了後にいつも二人で歩いて帰っとるよな。禁断の愛はあかんすよ。ほんまヤクサーの姫。村上もプレッシャーの中本当によく頑張ったよな。何から何まででかい男だよ。ヤクルトって定期的に男萌え湧くけどなんでなん。伝統やしな。2021村上金メダル取ったらお姫様抱っこします。2022村上リーグ優勝決めたら抱きしめます。これもうこいだろ。